こんにちは、さゆたかさん、はい、今日のこの動画は、パリーグの監督のこの1ヶ月間の総評になります。激動だな。激動ですよ、ここ大型連敗がバサリ切る、バーバーじゃないけどバサリ切るんですか、はい、大型連敗がね続いたチームがねチームありましたので、はいはい、まあ見ていきましょう、はい、まずオリックス中島監督、はい、現段階で2位のロッテと3ゲーム差首位キープしつつの1ヶ月間、やっぱりやりくりうまいな、はい、うん、やりくんうまいし、紅林がねちょっと最後の離脱したけども、でもうまく刺激を与えながら調子を戻させて、はい、まあ、それに伴って野口とか、はい、いい働きもするし、うん、ピッチャーは心配しなくてもいいけどさ、まあ、そうですね、うん、で森がいない時にセデニオ、はい、当たりましたね、当たったね、はい、いてよかった。ああいう人たちが出てくるっていうのはチームの雰囲気とかそういうのがいいんだろうね。しかもコーチ陣の中でそういう連携も取れてるんですよね、情報としての、うん、で頓宮とかな、はい、杉本休まして、うん、で勝つとかさ、はい、まあ、やりくりがやっぱうまいよな、うん、だから選手に過度の負担をかけないというかさ、はい、戦い方というかゴール切るまでにどういう計算ができてるかっていうことなんだと思うけどね、はい、うん、だからうまい具合に休みを取らしながら、はい、まあ、やらしてるなという感じがするけどね。そうですね、やっぱりあの優勝何度も経験してるチームの監督っていうのはすごくやっぱり、まあそうだな、いろんな意味でね、まあ、それだけ選手もいるっちゃいるんだけどね、はい、まあ、だけどそこをうまく使えるかどうかっていうのは、まあ、監督の手腕だからさ、だからまあそこら辺はうまく使ってるなと思うよね。まあ、分からないですけど、ここからまた1ヶ月先も中島監督率いるオリックスなんかこのままの調子でいきそうな感じもします、まあ、そんなに大崩れはしないよ、うん、やっぱりピッチャーがいいだけにね。そうですね、うん、じゃあ2位ロッテ吉井監督です。落ちると思ったけどね、ちょっと苦しくなるだろうなと思ってたんだけど、うん、まあ粘り込んでるよね、よくね、はい、まあ、安田が、まあ、良くなってきてるっていうのと、まあ、代打の角中かな、いやいいんですよね、逆転サヨナラとかな、はい、んなホームラン打たないやつがあんなとこで打つかみたいないいところで打ちますよね。いやでもしぶといよね、はい、彼も、あと戻ってきた選手、まあ、荻野選手だったりとかこの時期戻ってきましたけど、まあそうだね、はい、ただまあ荻野がねちゃんと額面通り働いてくれるかどうかっていうのは、まあ、この先だけどね、はい、まあ、だけどここまではよくやったけど、これからじゃないか、佐々木朗希がそこですね離脱した、ね、今がやっぱりちょっと勝てないぞみたいな、今年失点がちょっと多いですね。そうだな、ただやっぱりポランコとか山口とか我慢をしてクリーンアップに据えといて、はい、まあ、形にしたりだとかな、だからそういう意味ではすごくよくやってるんじゃないかなっていう気はするけどね。そうですね、まあ、ただその佐々木朗希投手の話してましたけれども、ここからはまあ吉井監督もピッチャー出身ですし、じゃあ佐々木朗希投手の穴どうやってこう埋めていこうかなっていう采配というか、どうやっていくんでしょうか。まあそうだな、投げりゃほぼ勝つからね、はい、点さえ取れば、だからそういうピッチャーってなかなか穴埋まんないよね。で大型連敗がないっていうのは、はい、佐々木朗希とかいるっていうことだよね、はい、だからこれからのやりくりじゃないの、こっからですね、きっとそうすると、うん、こっからやっぱ柱を失ってからどう戦っていくか、うん、まあ、そこら辺だよな。今までは本当によく頑張ってるし、選手を信頼してね、選手のせいにもしなくて、うん、もうよくやってると思うけどな、うん、我慢強いね、あ、吉井監督、うん、我慢するわ大事ですね、大事だな一番、うん、いやだから我慢しながら、まあ、それなりの刺激を入れながら、まあ、安田にしたってそうだけど調子を出させていくというかさ、はい、チームの雰囲気作りもすごくいいんだろうね。そうでしょうね、うん、さあそしてここで3位ソフトバンク藤本監督、楽天がめちゃくちゃ調子がいい時に当たってたりだとか、はい、向こうの S 級が全部来たりだとか、うん、不運ちゃ不運なんだよね、はい、連敗したピッチャー陣とかチームの状態とか見てみると、この時に日本ハムと当たった時は何つことないんだよ、うん、どっちかがこう星を分け合ったりとかねそうですそうです、して連敗なかったんだろうけど、はい、不運もありながら、ただ勝ちきれないっていうのはやっぱどっかに足りなさがあるんだろうな。9回まで勝ってたのに、まあ、それこそあの逆転のホームラン、うん、オスナが打たれたりとか、だからあそこで、まあ、例えば石川があれだけいいピッチングして変える必要があったかとかね、うん、はい、ちょっと無理をしてでもっていうこともあったよね、うん、だからまあそこら辺はこうレールに乗せたらレールから脱線できない人なんだろうな、几帳面とか真面目な性格の方なのかもしれないですね、うん、
だからその真面目さが流れを変えられなかったっていうような、そういうところもあるのかなっていうふうには思うよね。この1ヶ月間っていうのは、まあ、チーム的にも監督的にも非常に辛い1ヶ月でしたね。苦しいよ。ですよね。だって優勝候補がまた優勝しなきゃいけないぐらいのものを与えられてて、これだけの連敗して、でもまだ貯金があるから、ね、まだある。びっくりするよな。え、じゃそんな貯金あったかみたいな。今時点ですけども5あるので、あれだけ連敗してすごいよな、はい、だからまあこれからなんだろうけどもさ、でも変化が欲しかったな。変化、うん、だから通り一辺倒の悪かったら変えるじゃなくて、連敗を止める時っていうのはそれなりのリスクを背負わないと無理だと思うんだけども、例えばオスナは2イニング生かすとか、とかね、はい、まあ、例えばの話を、とにかく限界まで引っ張るとか、先発をね、とか、まあ、そういう変化が欲しかったな。じゃないと、勝ってる時のように状態が悪かったら変えるとかになってくると、この連鎖っていうのは変えられなかったということなんだよね。だから、まあ、それではちょっと辛かったな。そうですね。さあ、楽天、石井監督です。よくやったね。そうですね、うん、村林とか、はい、まあ、大郷3番に据えてとかね、そしたら浅村が活性化し始めたとか、ホームラン、そうですね、まあ、そうだね、はい、だから辰巳もそうだし、よくやるようになったし、まあ、そういう意味ではすごく、まあ、安定してたかなっていうような感じがする。で、連勝もバンとして1回負けて、あ、これまた連敗が始まるかなと思ったら、そこで耐え切って、はい、まあ、流れを変えなかったというね、うん、そういう意味からすると石井監督はよくやったと思う。そうですね、この1ヶ月はね。確かにそうですよね、うん、でここからがいつも楽天が弱点と言われる暑い夏場が、いやでもね、春先ね、これだけ悪かったから、はい、今年はちょっとバイオリズムがちょっと少し変わってってるかなっていうような感じがしてて、はい、だからその負けるっていうのはさ、うん、負けてのストレスってあるんだけど、負けての体力的なものとか、うん、そういうものっていうのはそんなにないんだよね。プレッシャーだとか、はい、そういうのが残ってない。だからそういう面ではこの夏場っていうのは楽天今年は楽しみかなっていうふうにちょっと思ってるんだけどね。じゃあこっからの1ヶ月の戦い、まあ、今7月の終わりで、うん、8月の終わりの時点でこの楽天がじゃあどういうふうな戦い方してるのか。ああ、だからその A クラスを脅かすような戦い方をしてくるかもわかんないね、うん、ちょっとゲーム差があるけどね、まあ、縮めるとか、縮めるとかひっくり返すとか、はい、そういう可能性を持ったチームだよね。あの3位のソフトバンクより勢いは楽天の方が全然ある。あ、全然あるけど、春先の戦い方で今苦しんでるけど、縮めるのがね、でも楽天も力のあるピッチャー陣も揃ってるし、まあ野手だって浅村中心にあれだけ村林、大郷、小深田が2番に入ったりとかいろいろするけど、まあそこら辺が機能してきたら非常にいい流れになってくると思うけどな。そうですね、これからの1ヶ月もちょっと楽しみな。そうだね、楽天、そして石井監督ですよね。さあ、5位西武松井監督です。ここもよくあったね。よく立て直してきたよ。この1ヶ月そうでしたね。いや、もうこのまま終わるのか沈み込んだままかと思ったら、うん、高橋光成がやっぱ目覚めるとすごいな、うん、戻ってきました。はい、あ、バケモンみたいなスタミナ持ってんね。本当にあの向かっていく気持ちも素晴らしいしさ、あと今井、はい、ポテンシャル高いなやっぱな。やっぱり2投手すごいですね。すごいよなやっぱ、はい、だからそこら辺の両輪が動き出した。それに伴って野手もね、はい、点を取るようになったし、うん、まあ、おかわり君もしっかりしてるし、栗山もね、栗山選手すごいですね、打ち出したしね、はい、投手陣がいいだけに1試合4点取ることを考えると、うん、そんなに難しくないんじゃないか。まあ他のピッチャーもいいか。いや、そう簡単ではないけども、そうですね、まあ、例えば足を使うとか、うんうん、まあ、そういうこともやってるけどね、はい、手堅くいくことも必要かなっていうふうに、まあ、思うところはあるね。エース級が投げてるときはね、はい、まあ、先に先制してあげるとか、うん、まあ、平もいる。もちろん平投手いますよ。忘れんなよお前。います。なんで忘れてんだよ。いや、もうあの敵平投手は特別枠なのかと思ってました。いや、もう平もいる。はい、いやだから本当にね、あそこはね、足を使ってバントするとか、バントして足を使わせるとか、はい、やっぱね、細かい作業が俺はこれから必要かなと思うよ。これまでの西武になかった攻撃の仕方ですよ ね。ただそのマキノンも日本の野球にね、うん、本当に慣れてきてるし。そうですよね、ペイトンだっけ、
もう戻ってきてるしね、まあ、楽しみだよね。マキノン選手なんかマキロンと一緒にツーショット撮ってましたからね。本当に本当にギャグまでかませるなって、うん、余裕が生まれてきて。そうなんですよ、うん、いやだから本当に我慢したと思うよ、ここまでね。まあチームの雰囲気とかね、はい、そんなにこう上がってこない中、うん、カズオが我慢したからみんながその我慢に応えようとしてきてるかなっていうふうに思うよね。そうですよね、うん、今年多分一番チームの中で外部からの攻撃とか外部批判とか多分すごかったじゃないですか。まあね、いろんなことで、ね、いろんなことで、まあ、あの株主総会での髪型も激動だよ。その他の意味でも激動ですよね。でも髪の毛も縛ってきたね。暑いし、まあ、その方が暑いから縛っといた方がいいよ。そうですね、夏場はね、バサバサするよりね。ここら辺がくすぐったいんじゃないかな。ご商売ですかね。でも本当にね、ポテンシャル高いピッチャーが本当いるし、はい、見ててね、楽しいしね、うん、他のチームは初回からノーアウトランナー一塁で打ってくるかもわからないけども、まあ、投手陣のことを考えると先取点を取るとか1点ずつの積み重ねで俺はいいんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、他のチームとの戦い方とは変えてもいいと思うんだよ、うん、あれだけのポテンシャルのあるピッチャーが揃ってるわけだから、はい、まあ、今後楽天とともに上がってくると思う。でこの楽天と西武がこの1ヶ月で上位を苦しめたというか非常にいい戦い。いやこれからも苦しめる。この1ヶ月先もまた、うん、だって彼らは諦めてないからまだね。そうですよね、うん、で大型連敗になったもう1チームが日本ハムでした、うん、新庄監督ちょっと歯車が狂ったっていうのはロッテ戦で2回スクイズを外されてからおかしくなったんじゃないかなっていう気がする。それは新庄監督っていうのはものすごくいいことはポジティブ、はい、攻めしか考えない、うん、この攻めしか考えないことがちょっと由来なのかなっていうような気がするよね、うん、だそれが1点差負けが多くなった原因なのかなっていう。1点を取らすことっていうのは新庄監督っていうのはうまかったんだよね、はい、こんな時にこんなことやる、まあ、1点ぐらい仕方ないかって、うん、その1点が取れなくなってきてるんだよね、うん、そういう意味ではちょっとまともになりすぎてるかなっていう、うん、奇想天外な野球が新庄監督の野球でそれを一番恐れた他球団が動かなくなって普通の野球を始めたら何も怖くなくなったというかさ、そういうことなのかなっていうようなね、そんな感じがするんだよね。それと調子が悪い時っていうのはそういうランナーが出ないしさ、でそういう形にもならないし動けなかったっていうことも言えるんだけどね。だけどもっと賑わしてもいいよね。そうですよね、みたいな、うん、またあやってきたよっていう。そう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 、うん、ただまあその手の内をスクイズを2回外されることによって見破られてるっていうふうに思うと動きが取れなくなったのかなとかさ、はい、まあそういうことはあるよね。そうですね、うん、ただやっぱこういつも相手のペースで試合をやるからさ、うん、仕掛けられなかったというか、まあ、そういうこともあるだろうしね。だからそこら辺はやっぱりちょっと苦しかったと思うよな。そうですよね、22日間勝利がなかったわけよ。辛いですね。いや苦しかったと思うよ。月の本当4分の3ですもんね。まあ、そうだな、考えてみて、はい、そうだな。辛いけどでも昔はよく言われたんだよ、1点差は監督の差だって。いやそういう言葉があって、はい、まあ、野村さんが言ったのかな。だから1点差負けが多かったでしょ。現代野球っていうのはそうじゃないのかもわからないけども、やっぱり1点はなんとかしてね、バントしてでもどうのこうのとか、うん、まあ、バントやらせたら失敗するしなとか、まあ、いろいろあるよそれ、ね、考えてしまうことありますよね。だから厳しいよね。で中継ぎに自信を持ってたのが中継ぎが打たれ出したとかさ、うん、ちょっと池田が疲れてきてるとかさ、まあ玉井も疲れてきてるかな。そうですね、うん、だから宮西も疲れてきてるかな。そうなんですよね。もう疲ればっかりなんだけど、まあ、疲れを理由にできないからね、プロ野球選手ってちょっと頑張らなきゃいけないんだけど、うん、だからこれからだよって言えないんだよ。だから、あ、だからこっからの1ヶ月がまだわからない。だから西武とか楽天とか強みを持ってるんだよ、はい、まあ、西武で言えば、まあ、例えばその投手陣、楽天で言えば実績のある投手陣と浅村っていう4番がしっかりしたのがいるっていう、はい、日本ハムの、ね、じゃあ強みは何かって言ったら、うん、まあ、新庄監督の奇襲だとか、うん、そういうことだったんだけど、それがちょっと影を薄めてるっていうことは特徴がなくなってるんだよね、はい、ここら辺がやっぱこう、いやこれから日本ハムいけるよっていうふうに言えないところなんだよね、うん、だからちょっともう少し色を出していってもいいのかなっていうふうには思うけど。
あとここに来てですけれども、そのクリーンナップがちょっと固定というかし始めてきてるのかなっていう。まあそりゃそうだよな、はい、でも強いチームっていうのは、うん、昔からやっぱりある程度の固定を持って戦えるね、はい、だからそれだけの実力があるということだ。だから新庄監督の中ではまだ実力は認めてないから変えてるっていうこともあるんだけど、はい、でも逆を言えば据えないと責任が持てないっていうところもあるんだ。本人のですね、本人たちの責任が生まれないという、はい、だから責任をやっぱり持たすためにも将来を嘱望されてる若手に対してはちょっと責任を与えるために固定でいくとかさ、はい、そういうことの方が今は大切かなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、いや本当パリーグはね大型連敗したちょっとチームが2チームあったので苦しい1ヶ月間っていう監督多かったね。もうね、藤本監督なんか一回り痩せたんじゃないかなと思うぐらい辛労でね。そうですよね、オスナが打たれた時なんかまさかと思ったよな。そうですよ、だって柳田選手がベンチで抜かれてた時にやばいって一言。いや、やばいどころじゃない、言いましたもんね、うん、でここのだからお互いに連敗してる時って不思議なもんで日本ハムとソフトバンクって当たってなかったんですもんね。ああ当たればどっちか連敗止まるのにって思ってたんですけど。そうよ、不思議ですね。だからね思うけど、うん、これいいことか悪いことかわからないけど俺の感性で話すと、はい、パワハラとか、うん、コンプラとか、うん、あんまりね気にしない方がいいよ、うん、みんな勝負事をしてるわけだからね、はい、本当に勝つか負けるか、うん、負ければ地獄、うん、勝てば官軍というね、はい、ことのある社会だからあんまりそういうことにとらわれて選手と接する時にも遠慮するとかいろんなことをしてるとことは進まなくなる、うん、っていうふうに俺はすごく思うんだよね、はい、だからそれは過度にそんなことじゃなくて、うん、奥歯に物が挟まったようなさ言い方しても伝わらないから、はい、だパーンと出してそれがコンプラに引っかかろうが、うんね、パワハラになろうが勝たしたいために、うん、成績を上げさせたいために言う言葉っていうのはそういうことには当てはまらないっていうふうに考えた方がいいと思う、うん、ちょっと過敏になりすぎてる部分がいろんなところに取材を行っていろんな人と話をして、まあ、グラウンドでねそれをすごく感じるんだよ。それコーチとか監督とか、うん、そしたらもうなり手がいなくなるぞって思うんだよね、うん、はい、だからそこら辺はやっぱ勝たすために愛情を持って、ね、この選手を育てたいがために言った言葉、うん、それは堂々としといた方がいいと。そうですね、もちろんね過度なものはおっしゃってたようにあれだけれどもっていうところ で、うん、でも常識があったら過剰には言わないでしょ、うんね、そうですね、うん、言葉の使い方、言葉の選び方によって、うん、コンプラとか、ね、パワハラになるかもわからないけども、だけどそれは愛情を伝えなさい、うん、ま、愛情を伝えたらそんなことには引っかからないと思う、うんうん、そしたら大型連敗とかは俺はそんなにないような気がする。そう、十何連敗とか、うん、昔はそれがあっても13連敗したけどねすいません、ね、偉そうに言ってるけどロッテもね、いろんなチームありましたね。昔はあったけどやっちゃうんだよねやっちゃうけど言いたいことも言わないで我慢してるんだったら、うん、それはちょっと違うんじゃないかなと思ったんだよね。だからまあ最後にそういうことをね付け加えておくけど、ね、はい、はい、さあね、これでセトパの12チームの監督の1ヶ月の総評終わりましたけれども、はい、ここからまた8月終わり、そうだな、はい、どういった戦い方を監督が采配振るってくるのかもまた楽しみにしたいと思います、はい、はい。